8月28日1日の取引を終えました。日経平均株価は反落でした。昨日に比べて187円98銭安い 16,476 円84銭で終えています。下落率 1.1% でした。トピックスも下落し 14.67 ポイント安の 1307.00 と、こちらも 1.1% の下落でした。新興市場も軟調でマザーズ指数が 1.3% 安、日経ジャスダック平均が 0.2% 安となりました。東京市場では全ての指数が小幅に下落しました。日経平均のチャートをご覧いただきたいと思います。日経平均株価5分足チャートからご覧いただきましょう。まず日足ですが、こちら水準感としてはもう昨日とほぼ同じようなところ、この5日線のところで小動きというのが今日の動きであります。5分足チャートに直しますとこのような動きになりました。今日は高値というのがこの寄り付きの朝の一番早いところが今日の高値です。そして今日の安値というのがこの10時過ぎが今日の安値であります。高いところも安いところも今日はいずれも前場につけていまして、5場は前場の値幅内での膠着感の強い展開となりました。明日日銀の金融政策決定会合の結果発表があるということで、買い方もなかなか買い上がれず、売り方も売り叩けずと、膠着相場を象徴するように5場は前場のレンジ内での動きになりました。全体的に膠着感が強い中で、やはり業績関連でいい材料悪い材料が出て、それにビビッドに反応するというのが目立ちました。まず6503三菱電機5分足チャートでご覧いただきましょう。こちらであります。このように今日は終始小高いところで推移していたんですが、業績発表を行ってからこのようにストンとマイナス圏に一気に沈んだのが三菱電機の動きであります。三菱電機13時15分に決算発表を行いました。4、6月期の経常利益は 9% の減益で着地しています。そして通期の業績見通しも早くも下方修正してきました。第一四半期終わった時点で通期見通しを下方修正し、これが嫌気されたようです。今日は 8% 近い下落で終えています。決算にビビッドに反応してマイナスだった銘柄がこちらの銘柄、三菱電機、今日はこのようにかなり大きめの陰線をつけて5場売り込まれました。一方でこちら買われた銘柄であります、4204の積水化学、まず5分足からご覧いただきます。積水化学も場中、5場の場中に決算発表を行いまして、発表まではこちらは逆に小安く推移していたんですが、発表を受けて急速にプラス圏に浮上と、そして結局プラス圏で終えたというのがこの銘柄の動きになります。積水化学第一四半期決算と合わせて中間期の業績見通しは下方修正しました。ただし通期の見通しを背負えています。想定為替レートももともとの想定よりも円高方向に見直しましたが、通期の見通し据え置きと、つまり円高分の損失を吸収しても通期はもともとの想定通り着地できそうだということになります。このあたりが買いの安心感につながったようで、こちらはプラス圏に切り返して終えています。全体的には日銀控えて動きづらい中、業績で明暗が分かれたと、業績を材料に個別物色、しかもかなりクリアな反応が出たというのが今日1日、5場も含めてですけども1日の動きでした。以上東証アローズよりお伝えしました。